30代目ですね環境ホルモン1別1ですで環境ホルモンにつきましてはえあの現在でもです、ね、問題があるわけですよ問題になっているわけなんですが、まあ、ちょっとあまり騒がれなくなってきたってことだけでねで本来はですね外因性の内分泌あれ内分泌とも言いますがか乱化学物質というですねで。外因性を省略しましまて 単に内分泌、または内分泌攪乱化学物質と称しております。で、この環境ホルモンにつきましては、環境中に存在するある化学物質がですね。ある化学物質が動物の体内の本当のホルモン作用をかき、乱し撹乱することによって野生生物とか人間の生殖機能。そういうものを阻害したり。 悪性腫瘍を引き起こすなどの悪影響を及ぼしていると言われているんですねこれが環境ホルモンですそこで、えー、環境ホルモン2でありますがその環境ホルモンの作用メカニズムというのは分かりにくくて、えー、あ困るという人がいるかもしれませんが、まあ、簡単に言いますとですね、えー、鍵,と鍵と鍵穴の関係なんですね。 でホルモンとそのホルモンのレセプターホルモンとそのホルモンのレセプターというのは重要体ですレセプタそれはね鍵と鍵穴の関係にあるんですけどもその環境ホルモンというものはですね合鍵なんですね合鍵になっちゃってるつまりその,本物とはあその本物とは異なるのにですね鍵と鍵穴があるでしょその本物とは異なるのに合鍵と合鍵と見られて。 えー、本物と同様の働きをもたらして隠乱しちゃうこれがね、環境ホルモンの根本的な考え方なんですね。で、うんそれであの、じゃあ内分泌隠乱化学物質としてどういうのがあるかというのと、現在七十種類以上に及ぶ物質が疑われております。で、これらの中にはですね、ポリエンカビヘニルっつって、えー、PCB ってよく問題になりましたね。あるいは DDT。 リエンカビヘニルってですよそれからダイオキシンこれも何年か前に問題になった。でダイオキシン類のほかビスフェノール A ビスフェノール A ですよからノニルフェノール等々があるんですね。ということで、えー、環境ホルモンにつきましてはこれからもですねこれはあのとにかく国際的な提携を図らないとダメです。ね、えー 調査研究対策。そういったことで、この国際的に皆のやっていかないと効果的になりません。ということなんですね。以上環境ホルモンですね。